今日、鳥取市佐治町の天文台佐治アストロパークで開かれたのは恒例の雪まつり。雪の多い季節にも多くの人に天文台を訪れてもらいたいと毎年この時期に行っています。会場では宇宙生物をテーマにした雪像作りが行われ、参加者は思い思いのアイデアで雪の像を作っていました。頭の部分が星で、顔が宇宙人。こちらの家族はアザラシのような宇宙生物を作っていましたが、完成直前でのハプニングでしたが、家族で力を合わせなんとか完成させることができました。去年大きな災害に見舞われましたので、そこからの復興復旧という意味も含めまして、今回開催させていただきました。この雪まつりは明日も午前10時から鳥取市佐治町の佐治アストロパークで開かれる予定です。